はようございます。シエピニです。今日は自分の人生のために何をしたらよくなる、今日は、ね、光機能を目とこと練習して歩くとか座禅とか、今日は光音で世界するいう、人間はね音に対して敏感性、いわゆるその目を開くことに対してすごく運良くなるよ。運良くなる。なぜならば人間生まれつきは本当に耳がほぼ聞こえない。聞こえない。耳聞こえないことに対しては音聞こえるけど意味わからないこと、聞こえない。音聞こえるよ。しかし意味わからない。何を言ってるかと意味わからない。本当の話よ。大勢の人話聞いて聞いてるよ。何回来てもね、なんかわかるけどわからない。人間と人間交流は縁が必要、特に心縁合わなければ死ぬまで相手の意味わからないです。相手の話聞くと全部疑うから、疑ういっぱいあるから聞き取りで余裕はない。だから全部わからない。人間と人間話するときに縁ないで人にとってはできれば言葉すぐなめ方がいい。なぜなら言うするするほど困難しちゃう。もし自分の人生運良くないときに分かりやすいことに対しては精いっぱいで耳開くように意識に努力する。皆さんこの耳開くことに対して言ったら笑っちゃうかもしれないが、何だ先生俺音聞こえるとは何でもいや考えない。人が耳が開いてるって本当にすぐないよ。すぐないよ。100人の中に何人しか、100人の中に1人あるからないくらいの人類の耳が閉じてる。で皆さん見ると一般人の方がじゃないととか見ると夜中から人間が耳開いてる、自分喋ること向こう理解できる、とんでもない。あなた言ったことを他人分からない。先生言ってもらうことを皆さん分からないと一緒かな。みんな耳閉じてる。耳がもし開くことあれば人間どのくらい大事、すっごいことになるよ。この人人材でおりますよ。話全部理解できる人が世の中に本当に少ないよ。他人の話理解できないことは 99% からね、聞いてくれることも精一杯くらいになる。理解するまではねこれはほぼ難しいと思う。だからこの世界皆さん自分の人生良くなるのために耳開くことに気をつけることすごい大事。人間年ともに取っていくときにだんだん年を取っていくときに耳開く人もいるし耳閉じる人もいるし、もしあなた人生の中に自分耳開いたら正直言って何でも解決できる。心配事ない。なぜならば世の中たくさん情報あるから、情報めちゃくちゃたくさんあるから、その情報の中に自分耳もし開いてれば分かるんですよ。こうなったらいいんじゃない、ああやなんかすぐ分かる。しかし耳閉じたら難しくなる。だから耳開くことを最初に皆さん人生変わる。もしあなたの耳が開いて他人に言うことは分かることになればすごいことになるよ。素晴らしいことになる。ぜひテレあの YouTube を見ている皆さんは挑戦してみて、まず自分耳閉じていることは確認して終えて、耳開いたらもう情報いっぱい入って毎日楽しくなる。先生みたいに毎日楽しくなるから、耳閉じていることは認識する、すごい大事。人生自分の運命変わるためにまず耳開く、目を開く、耳を開く、すごい大事。これ1と2の問題。